全てが全て完全にできてるわけじゃないんですよね。あらがってやっていくつもりでは。誕生日ですよね、リアバース。俺フューチャリングギャラクシーみたいな感じでね、来年は彼がバースデーしますよと。あと2分のボーナスタイム最後。その瞬間ほんまに人生で一番働いてる。ほんまにここまで来たら結果出さないと。俺がなんか大豊美香は今マッチでやらせた方がいいと思うんで、半年後から1年後分かると思います。じゃあ、吹き出物できてるから、こうやって喋らなかった。こうやって今日喋りますね。出来物できてるんで。今日こっち側取らないでください、もう。吹き出物できてるんで。今日は農業祭っていうんですかね。あ、そうですね。まあ、浴衣イベント。なんか前も浴衣イベントはなかったでしょ。七夕の。ああ、七夕じゃないですか。あの時確か生ビールが飲めるみたいな感じだったと思うんですけど。あ、今も。今日も。はい、今日も。あと出し物みたいなのあるんですか。まあ、ないっすね。焼きそば、焼きそば、きゅうり、ビール、今回もあんかな。夏祭り、本当やなんじゃないですか。あ、そうなんですか。キャストが浴衣なのはそうだと思うんですけど、女の子もそのパターンあるじゃないですか。はいはい、はい、それってお店側からしたらどういう感じなんですか。あ、なんかサービス出してるんですよ。あ、なるほど、はい、やっぱ嬉しいもんなんですか。女の子もそれで合わせてくる。そうですね、風情があっていいよね。多分ロッサークラブしかないんですよ、うん、これ誰かに一人やらせる。おはようございます。おはようございます。手空いてる人がいないらしい。めっちゃ作ってる。調理師なんで。あ、ってことですね。うわぁ、さすが調理師ならではの。調理師今回の焼きそばのポイントというか。ポイントですか。はい、前です。言ってるだけです。なるほど。それこそ今配信の話してました。あ、マジで、はい、人気ライバーやぞ。これ言ってんねん。人気ライバーやぞ。出せってめっちゃ書かれてる、はい、うん、今人気ライブランキング見てみて。山田美香さん18。だから今人気ライブライバーがここに着きました。人気ライバーが来たぞ。人気ライバーが来たぞ。恥ずかしい。俺恥ずかしい。もう人生が恥ずかしい。人生が恥ずかしいよ俺は。全然大丈夫。もう諦めたもん。毎日恥ずかしい思いしてんねんから。何にも恥ずかしくないよ。人気ライバーやぞ。ダサやろ。このセリフ。めっちゃ出さない。いや思ってんねん俺も。おはようございます。カオルさんって、はい、なんか噂によると、はい、今ミカロさんとほとんど同じルーティンを送ってるみたいな。いや、まあそうとも言えてそうともない。あれ、お前俺と同じ生活サイクルさせたか。やばいっす。え、何がやばい。やばい。何がやばい。やばい。俺の現場の時のルーティンと同じ生活をするように、はい、ちょっともう作ります。システムを、はい、うん、はい、はい、大丈夫なんですか。いや、やるしかない。やるしかない。嫌な質問するんだよな、本当に。嫌な質問するんだよな。というのはどういうあれなんですか。真似は極力してると思うんですよ、はい、あ、はい、極力。ただ営業多いと配信をするっていうのがあったじゃないですか。あ、できない瞬間も訪れる。まあまあまあ。で、その営業終わりにお酒を飲んでしまうと翌日できない、遅く可能性ができてしまう。
はいはい、だから全てが全て完全にできてるわけじゃないんですよ。あらがってやっていくつもりでは言い訳っぽいから嫌だな。やってないですね。実際いいな。やってない。なるほど。言い訳よく嫌いなんですよ。変わりました変わりました。なんかサブアドバイザーになりました。太郎改め、太郎サブアドバイザーになりましたんで、皆さんよろしくお願いします。そうです。まあ今そうですね、代表が言われたように別に偉くなったわけでもないし自分も選ぶるつもりはないんで、今まで通りラフに接していただければいいですし、そうですね、まあ本当なんか今まで通りこう相談事があれば自分に言ってもらえればいいかなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。よし。なんかみんなと楽しくお酒を飲んで相談に乗る優しいお兄ちゃん。そうそうそう、まず変わってないです。ただただそれに名前がついたって感じです。普段やってることに。あ、ナンバーガーです。普通にプレイヤーです。プレイヤーです。今日注目した方がいい人とかいますか？今日ハルさんセレクトです。誕生日ですよね、リアバース。おいくつになれたんですか？もうおいくつになられたんですか？33になりました。結構いってますね。あ、結構いってます。で、まあまあ一番ちょっと輝くと思って宇宙柄全身ラメラメ。はい、俺フューチャリングギャラクシーみたいな感じでねやってるんで、この浴衣以上に今日は輝いていきたいと思います。なるほど。僕33でビジュアル系大好きなんで、おばんギャのみんな頑張ってこい。ああ、なるほど、なるほど。バンギャ路線なんですね。あ、そうですね。VK しか聞かないんで。ああ、なるほど。そうです。結構控えめじゃないですか、VK の。化粧とかはあんまりやってないんですけど。なるほど。間違ってます。ただ、歌舞伎町の有名人、今日誕生日の人多いんですよ。ミカドレンさんしたり、おトップダンディーファーストのセナバブさんだったり、シースでクラブボーイの蒼井優斗さん。全員そっちに持ってかれたもん。同じ8月18日生まれとしてね。では同じ星の元なんですから、今からこう同じレベルになる可能性は。これからに期待です。鈴木さんはホスト歴は？ホスト歴2年半ぐらいですね。2年半ぐらいで掃除組。そうですね、今掃除組です。給料はどのぐらいなんですか？あ、今は生活ギリできるかな、給料。ちょっとあれだわ、味いい感じにするためにちょっとプラスで塩振っといたわ。どうですか？塩あった方が良かったっすよ。従業員 DJ ブースの前にお願いします。よいしょー、ありがとう。それでは DJ でミュージックチューやった。俺フューチャリングギャラクシー、よいしょ。よいしょー、頑張れ。よいしょおー、嬉しい。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ、ここを炊くならね、やっぱり俺があんまり面白くないこと分かってるんで、まあここから大したことないこと言うんですけど、甘いな。2年ぐらいの付き合いでどうですか、初めての僕のこの侍ヘア。ありがとう。これからもね、仲良くしてくださいね。誕生日応援してくれてありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。
サニーサニー好きなバンド好きなバンド、はいはいはい、おめでとう。おう、ね、こうやってね、やっぱあのね、姫二人からね、いろいろ手の込んだプレゼントをもらえる、愛されてる葉月もすごいし ね、 ね、こうやってね、愛してくださる姫様にも本当に感謝しております。まあ、もう葉月、ずっと俺が面白いと言い続けて2年くらい経ちますけど、2年間、姫からは1回も葉月が面白いとは聞いたことがありません。それでもこうやってちょっと入れてくれるんでね、本当にね、感謝しております。まあそうですね、最後にやっぱりこの一言は言っとかないといけないかなと思います。なんだ、アマネネギ誕生日おめでとう、ゆめちゃん。よっしゃー、繊細なところ。めっちゃ嬉しいんだけど。嬉しい。どれどれ、エビせんべい愛は止まらない、推し。めっちゃいい。おぉ、なにこれ、もうすげえな。おいでよ葉月の森。しかも割とここ数年の繊細が揃ってるし、一番新しいやつ。いや嬉しいよ。ありがとうございます。ちょっとこれはやばい。これ全然全然すごい、なんだったらマジで誰かに聞いたんじゃねえかレベルで俺びっくりしたわ。グリーンカレーをチョイスするのは、どうも人気ライバーでーす。子供やん。これずっと押さえつけな、泡めっちゃ出る。そう、もうエルコレダイヤモンドをね、取ろうとする王子ですからね。はい、どうぞ、お待たせしました王子。これでよろしかったでしょうか。もう普通になってください。え、何が、絡みを、なんでよ。じゃあ、ナンバーワンから脱落した瞬間俺ランやで、言っとくけど。気づいてない、ナンバーワンの時だけランさんって言おうと思って。だけどもう脱落した、もう完全に陥落した瞬間もうただのランやから。違う言うて、ただのランやこう指導者になることができたらちょっとこう勝ち筋が見えるっていうか、だからそれはめちゃくちゃ思ったんですよ。ついにプリコー君が俺の話をし始めてくれたからね。マジっすか。うん、ミカさんマジで頑張ってるって言って、りっくんと話しとってんで朝方。あ、生きたって言って、あと3ヶ月待っときよって言って、半年で十分やな。まあ、もう人権はなくなりましたけどね。何倍にも入れなくても言われますけど、こうやって一番理解してくれる子がずっと隣にいるのが俺嬉しいし、あとなんか今日ね、浴衣着てて可愛いって言ってるけど、その可愛いものね、テリアさんでみんな仲良くしてあげてください。よいしょ、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 よいしょ。俺アナーキーで誕生日迎えるの4回目なんだけど、大体あの連休と被るから、今日がマジで営業日と被る。あのね、そう、初、え、しかも男梅は誰が飲んでらっしゃる。おい、マジかよ、俺も男梅大好きだよ。ちょ、男梅乾杯させてよ。そしたらいただきます。はい、もう完全じゃなかった。はい、いただきました。イエーイ、はい、はい、よいしょ、よいしょ、えらいこちゃん、大田くん、えらいこちゃん、よっしゃ、よっしゃ、ありがとう、いただきます。おいしょ、ありがとうございます。本当に毎年お祝いしていただいて、この2人には本当にあの
退入の時からね、もう毎年行ってるからあれなんだけど、退入の時から2人には面倒を見てもらい、気づけば穴開け入ったのが29の終わりだったんですけど、はい、33歳になりました。ゾロ目、これは始まったわ。しかもコール始まる時に俺の担当曲がね流れて、これアーティストみやびって言うんですけど、俺もちょっとみやびになれたらいいなと思って、ちょっと侍意識した、ちょっとこんな感じ髪型なんです実は。まあ33歳の僕も引き続き聞いて、33歳の僕も引き続きよろしくお願いします。よいしょよいしょ、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 おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとでもとりあえず自分の去年の誕生日の時に、あ、すよさん大丈夫、来年は絶対予選で行って言ってたけど、よろくないからとりあえず行くんです。多分時間かけて連れてる。優しくしてるんですけど、でも彼だけは絶対に優しくしないので、ちゃんと売れるまでは、はい、面倒見ようと思ってるんで、引き続きよろしくお願いします。まあ確かに自分の記念はちょっとまだ少ないかもしれないけど、キャストや、まあ、ヘルプでやってることを自分の記念にやったら、おそらく締め合わせれると思う。自分のことになるのはちょっとダメなんだよね。いや、そうっすね。人のためにさ、尽くせる人じゃん。でもなんかそういう人間って、なかなかいないと思うんだよ、本当に。そこをなんか、まあ人のために頑張れるはずっていうことを俺は本当にすごいと思うし、だから俺はすごい信用できてるし、だからすごく長くにとっても、めちゃめちゃ人の存在だし、パッドだったりとか、まあ、例えば、なんだろう、ただ俺らに言えないようなことも半日だったら多分みんな言えてると思うんだよね。それはまあ確かに築き上げてきたものだから、だからまあ数字がどうこうだけど、俺はまあ人を見るつもりはないけど、半日のことを思ったらやっぱり数字は上げてほしい。まだこれからも自分知ってるけど、でも半日は半日のことをすごく必要としているし、数字を上げられないことに対して、まあ落ち込みすぎないでほしいし、俺は厳しくするけどね、やっぱみんなの人だし、俺も必要だし、で必要としている記念もたくさんいるから、自分の記念があっても、そう、あとはなんか自分の、出し方、もうちょっと自分らしさをうまく出せるようになるから、ちょっと記念を取っていけるのかなと思うんで、今日は本当にお誕生日おめでとう、来年はこういうコメントを記念に言ってもらえるように、このあと1年は1年まずはね、頑張っていてください。来年は彼がバスで行きます。よいしょ。よいしょ。今日はさ、久々にタヌキの曲が分かんなくて好きな曲だね。で、ディル、なんだっけあれ。あ、ディルワングレイズだ。じゃあ俺さ、興味ないから一切覚えない。あ、いや。全然いいっすよ。で、他の部下でタヌキが、なんか本当に1年ぐらい前かな。2年前にさ、オールコールしてさ、はいはい、写真撮ってる、はいはい、やつをツイートしてて、はい、してましたね。あ、この時期懐かしい。いや、懐かしいな。3ヶ月連続でさ、いや、まあそんなこともあった、そんなこともあった、そっくんだもん、いいんじゃない。いや、間違いない、それはそうなのかも。次しか俺、折半超えてない。で、いや、まあその後、そうだね、いいですか、ごめんなさい、そうだわ、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。あと2分で終わんの、マジかよ、もうそんな時間かよ。サービスタイム、サービスタイム、あと、うわーうわー、もうじゃあちょっとじゃあ最後、はい、あと2分のボーナスタイム最後、あ、これ、そう、
あ、そう、宮城あ、そう、宮城、侍侍侍よ侍歌舞伎町の侍といえば俺よ愛の塊だあのオーバーとスペードでねオッケーあんたと同じポーズウィンボー街中で感じるとねちょっとこだわりを作ってんねんお前めっちゃうまいやんどうやって作ったん味噌と、うん、マヨネーズとブラックペッパー、うん、めっちゃどうやってるやんそれしかなかったんだけどうざっあ、これってえかつうまいな普通にうまいなブラックで見てましたありがとうございます俺も学生時代に見てたんで味方さんをやばいやばい見てました絶対はいありがとうございますはいイコールなイコールっす今月何本おったんはい何本おったん5万4000っすやめてー底辺ってことは上に行くだけっすからね逆上しか見えない確かに上しか見えないマインドはいいんだけどさ上のみただただ上ただただ上に上がるの何が起こるか分かんないのが確かにそうそうもしかしたら来月俺がなんか2、3000枚売ってる未来もあるんだやっぱりお前こんな風になると思ってない何こんだけ面倒見て回っといて。いやいやそうそうそう。空気調怖いなって思った。酔っちゃいましたね。いやもういい出だしでしかないんで今は本当にやばい。いやまあ33歳なんでもう3300万っす。いや年間じゃないです月間3300万っす。あよしこのマイクは返しますあべやばい夢の中彼夢の中にいやもう兆ししかない兆しはある兆しはある兆ししかない兆しはある俺の中でありがとう歓喜かどうしようかいやそれはそうですああ登場時間だよああこれがアナキーいいですかそれこれやアナキーとは俺らっていう俺がアナでアンキーがじゃあアナンキーやなアナンキーそしたらアナンキーやなアナンキーアナンキー最高スモーク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 が出たぞスモーク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 違います本当に違います一番教えてるっていう話が火ですねたかしまさん、はい、ちょっとしんどい、ほんまに人生で一番働いてるほんまにおはようおっす久々やなおっす二次元の世界おったわ
大丈夫ですか、エコノミー。いや、やばもうほんま体がぐちゃぐちゃやエコノミー症候群の疑いがあるって言われてます。トラックの運転手とか旅行中の人がなるやつって、ちょめっちゃ調子悪くて、でも絶対ここまでしたら、ここまで来たら結果出さないと、俺が筋が通らへん。モデは基本、その枠のその配信者のマネージャー、マネージャーっていうかもう秘書、もう相方みたいなもんやなを設定本来せなあかんねん。で、その週のやりたい枠作りとか、配信者の意向をに沿って、モデは、枠を回さなあかんし、コメントをピン止めしたりせなあかんし、バトルの相手に挨拶行ったり、全部をやるのがモデの仕事。セプラスアルファで、バトルも投げれる人じゃないとあかん。それがモデの概念。OK。TikTok ライブの、あの偽アカのアカウント運用の仕方をもうちょっとすり合わせようか。わかりました。全然落ちてない、そのやる側のとこまでで伝えきれてないから、それやったら何のためにやるかとか、目標設定とかが全く山田が説明しきれてないのと俺が説明しきれてないのが相まって、何のためにやってるか全然誰も分かってない状態で始まってる状態になってるから、なんかあのほんまに意味のないトップダウンでやらされてるみたいな感じになっちゃってるから、全然違うから、はい、だからそれをすり合わせよう。みなとチャンス、食べさせてくれじゃない、とりあえず店やかで体験してみてやな。体験はしたんすよ、うん、おもろかったやろ。おもろかったです、思ったほど、思った以上に。そうなんや。いや俺はなんか客観的にして、なんか大戸味方は今マッチでやらせた方がいいと思うんで、優先順位はちょっとめちゃくちゃいろんな大事なものが今同時進行でずっと進んでるんですけど、もうこれだけはもう俺しかできないことですから、ね、ちょっと申し訳ないけど、ちゃんと取り組んでる子がまだ少ないんで、全く何してるか多分分かってないとは思われてるとこではあると思うんですけど、まあ半年後から1年後分かると思います。営業終わりつけるはい、何かあるんですか。今日はね、ボスラボを取りに行きます。正直喋ることなくてゴソロさんがいらっしゃるんで。そうっすね、俳優さんがいるんでね令和怖いわ。お疲れ様です。お疲れ様です。いつ来んのよ。選ばれたのアクターがっていうとこは、何でも持ってる私は全て。息してなくても大丈夫。大丈夫です。